大森&ドラフトエイ。いやいや、ついにね、うん、柳田選手がやってきました。中堅手ね、目玉の多いセンターが追加されて、で、まあ、こもり回して、その後ちょっとドラフトの方も暴走していこうかな。いやもうセンターが一番あれじゃない、面白くない、回してみて。もうそうだね、まあ、俺もちょっとずっとなんか3500のとか持ってたけど、あんま変わんねえなと思ってずっと EX の使ってたんで。スピリッツね、まあ、300違うと、だいぶでかい。さすがにギータさんを取りに行きたい。はい、僕なんか勝手にね、あのリボンが風邪でいないんで、はい、あの引退したはずなのにめちゃ引かされてるんですけどそうだ、全部お金は、請求したいと思います。 あいつに全部請求します。まあ、あいつがね、復活した時に僕の復活祭をやってもらう、うん、まあ、あいつに5万ぐらい達成するわ、とりあえず復活祭で。おー、うん、ありがたい。お前見てるか、お前5万やらせるからな。うん、見とけよ、お前。行きましょう、レッツゴー、ゴー。ということで、選手紹介ですね。はい、来た、楽しみ。世界一の目玉、バケギタユウキです。バケギタユウキ、バケギタさんです。まあ、同地だけね、崩れたと。まあ、そうだね、それ言ってたね。もはや俺からしたらありがたいと。あ、ありがたいの。同地元からある人って、うん、逆に称号外さなきゃいけないから、あー、つけにくいみたいな。そう、外れた時にいちいち外さないといけないのが、はいはいはい、ちょっと心苦しい。あー、なるほどね。せっかく育てた A なのに、うん、ほんと何の意味も持たないみたいな感じになるんで。なっちゃうね。っていうところで、最初からもう取れてれば心置きなくね、あの称号つけれると。おお。で、なんと守備がね、 B になりましたと。落ちたってこと。クソ上がりました。あ、上がったということで、皆さんもうこぞってこれ取らなきゃまずいってことになってます。取るしかないね、これ。もう最強になってます。最強ギータだね。続いて藤原選手。来ました、大阪桐蔭。まあ、早くも S 来てますって感じなんですけど、まあ、うん、ロッテ以外厳しいですね。そうだね、純正はね。金子選手。うわ、足早っ。これも純正の人かな。走塁キャラですね。まあ、最悪ダイソーではあり得るんですけど、うん、まあ、俺らは多分 A 持ってないんで。そうだね。辰巳選手。これ今年めっちゃ能力上がる。来年。あ、来年？威圧感がやばい。あ、威圧感。なんか、糸井さんみたいな雰囲気あるなっていう。なるほど。西川選手、ね。はい。走力エグいな。しかもさ、ミートもデフォで A になったんだよね。強くなってますね。うん、佐野さん。はい。攻略 A 多いね、センター。確かに。まあ、足速い人が主に守ってるからね。うん。吉弘。多分2番目に当たりの選手が強い。そう。来た。うん、強っ。今年さらに化けてますからね。ね。阪神の1、2番の怖さ、今やばいからね。1番地下。1番地下、2番糸原さん。あー、強っ。2人だけで多分出塁率4割ぐらい。両方4割ずつぐらいありそうなぐらい。ウィーシマね。マジ能力落ちなすぎでしょ、うん、大島さん。2年連続最多安打らしいです。え、何歳で。35歳よ。シートということで。シートです、大島さん。神崎さんね、これもね、だいぶ下がったらしいよ、うん、守備ので適性がかなり低くなったらしい。あ、確かに A だったもん。うん。で、龍馬ね。これマジ強くない。龍馬強いから。まあ、天才的なヒットを打つからですね、うん、塩見さん。ヤクルトの重戦だったら1番とか打てるもんねって感じです。はい、まあ、早速俺が引いていくんだけど、もう目玉はもう大体分かってます。皆さん、大目玉です。やらきーやらきーたゆうきー。もうさっきも言った通りね、もう能力バケモン、新規の12球団のね、もう進めてるから、柳田選手新しく欲しいです。2人目、西川遥輝選手。デフォルトでミート A っていうのがちょっとでかい、やっぱり、はい、そして丸義弘、去年のシーズン1なのに思ってるので、スピ3400だから300アップの差ってでかいなんで、ぜひここ丸選手獲得したいと思います。はい、じゃあ行きましょう。以上かな。じゃあ最初小森でいこうということで、5年目いきます。レッツゴー。はい、15年目、早くも15年目。ニコーニコー、うん、行くぜ会話。さあ、いいはい、終わった。おー、でかい。せいやないでかい。よし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 。いつか俺たちチーム何しよう。あ、まあいいや。自チームは巨人にです。ここです、エサ出ます。レッツゴー。ワックル。おお、チェスオッケチェスオッケチェスオッケ。おー、いいんじゃない、いいんじゃない。実はこれ 2枚だったでしょ。お願いします。25年目。え、何よ、気持ちいい。25年目、やばいじゃん。はい、終わりました。え、ガチでやばい。え、マジで最後までいきます、これ絶対。え、ガチで最後までいくと思う。30年目だったよ。さすがにこれ当てよ、これ当てよ。うわ、もうこれ絶対大盛りになるやつやん、これも。もう大盛り。確かにな。えぐいやん。マジでやばい。A なくなったんだ。え、ないと思う。え、あ、来る。
これで終わりじゃない え、マジということで、あと10連ありますんで、ここで A ランク演出が来た瞬間 S 確定します。うん、行きましょう。あ、終わった。あ、もうこれ絶対 B で、これ上がんないやつでしょ。あ、だめ、 B だ。B 確定。うーわ、確定です。確定です。ありがとうございます。超大盛りドラフトですね。超超超大盛りですね。ラスト、さっき言った星選手、柳田選手、西川選手、丸選手、この3、12分の3で当たります。2枚引きしちゃっても、あ、2枚引きねえのか。はい、そんないい、こういうのいい、こういうのいい。もう終わり、もうスキップしますね。はい、はい、来い。大盛りでこれきつい、ガチできつい。ということで、じゃあもう長くなっちゃっちまったんでね、はい、僕が小盛りして、はい、多分この動画終わると思います。はい、僕神引きしてちょっとモチベが戻るように皆さん祈っといてください。お願いします。行きましょう。ワラダゴー。わしゃーもう1番ギターや。ああ、ギターな。ギターからの春樹からの丸からのウィーシマ。めっちゃおる、めっちゃおる。20連以内に当てたいと思います。はい、お願いします。いきましょう。で、10連目レッツゴー。出しましょう。そう、ここが楽しみって言うとるやん、毎回長志くんレッツゴーが終わってくれ。いや、終わらない、終わらない、さすがに終わらない。終わらない、終わらない。終わってしまった。柳田さん、当てましょう。え、ガチ強いんだけど。打て。うわっ、うわっ、うわっ。来ました。核だ。確定ギータです。うわうわ、やばい。やる気が戻りました。モチベ一気に戻りました。戻ったね、これは。ギータ降臨です。もう確定です。いきます。はい、おー、最高。ありがとうございました。ふさわしい。うぅうぅうぅわ、えぐい。嫌だった。久しぶりに打った。やばいね、この感覚。久しぶりの神回ということで。いや、神でしょ。いやー、ありがとうございます。ちょびっとだけね、暴走しようかなと。あー、オッケーオッケー。まあ、モチベ上がってるからね、今運が戻ったのであれば、うん、西川さんを回収する。春樹さん欲しいね。春樹の回収に向かいます。はい、わかりました。うん、いきます。え、なんかこれ全演出の A だとなんかいいみたいな、俺聞いたことあんの。絶対気のせい。あ、気のせいか。ニコ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 。あー、もうさすがにか。おー、チェーンウィン。おー、チェーンウィンや。まだ12日だからね。え、TS で来ねえかな。ワンチャン来んじゃん。ドラで来てほしい。ただスライダーがなんか良かったよね。おー、いいね、ギャレ。いいですね。ギャレってもう S 出てるっけ。これ持ってない。持ってないか。うっすーうっすーうっすー。ほらね、チーム消費した。あ、そっかそっか。大輝の説がちょっと立証された感はあるかな。なんかコメント欄であったんよ、それが。もしかしたら。おお、めっちゃ聞いてね。自チームか。自チームワーク、宮西さんいるわ。そう、あ、そうじゃん。もう宮西さん来てほしい。ラストです、もう。はい、春樹か宮西、お願いします。いきます。ラスト、レッツゴー。さあ、さあ、来い。ラスト来い、来い。レッツゲロー。はい、おめでとう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 。マジでおめでとう。西川さんか宮西さん、はい、チームじゃないんだったらもうマー君、ブセニッツ、はい、その辺ですね。いや、マジでえぐい。いや、戻ってきてるよこれ。打ってくれ。あー、よし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 。 S 確定はしちゃいます。今 S 確定しちゃいますね。オッケーオッケーオッケー。おお、奥本。あ、ここはチームか。さあ、いつ来る。お願い。山を、めっちゃ来るやん。やばい、 A の嵐。お願いし、めっちゃえぐる。えぐっ。もう S 来たら終わりますので、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とかよろしくお願いします。よろしくお願いします。ついにね、僕の引き運が戻ってきたのかもしれないので。はい、おー、リボいないし、寂しいかなと思って。優しい助っ人が来ました。ちょっと色合いもいいし。ということで、もう終わるんです。終わる、終わる。いきます、最後 S ですね。じゃあ西川春樹さんか宮西さん、どっちか来てくれたら大当たりということで。いきます。こい、こい。うわ、小林さん。いや、若槻さん。若槻さん、まあ、まだあるんでね。そうそう、まだ。え、行き過ぎじゃね、この感じ。
だって7枚ぐらいだよ、6枚6枚えぐっ S 含めて、うおー来ましたよ、これすごいよ、来ました、僕の引きがもらったということで、またちょっとずつモチベを上げていきたいと思います、はい、バイ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 